中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の柳、対するカープの先発は右の遠藤、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の柳、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは菊池。背番号33、はい、第9、投げた、カットボール見送ってストライク。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、真ん中にストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げた、ボール、外へ。第5球投げました、あっと引っ掛けた、カリステ交代。これはサード間に合いません、ファールボール。投げました、打ちました、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番野間。背番号第9、初球空振り。第2球打った、追い込んで、第3球を投げました、ボール、外角低め。投げました、見送ってボール。次は5球目投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ、さらに伸びていく、入った、先制ホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは3番秋山。センター秋山、背番号9。第9、初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げた、外角高め、ボール。第3球は高め、ボール。投球これから4球目打ちました、カリステ下がって掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マクブルーム。マクブルーム、背番号10。第9投げた、ボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた、ボール。投球これから5球目変化球、空振り三振。1回の表が終わって1対0、ドラゴンズ先制点を奪われています。右の遠藤、マウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、1点を追いかけますドラゴンズの攻撃。先頭バッターは大島。第9投げました、打ちました、ファール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。次は4球目投げました、外れた、ボール。さあ、5球目打った、ファール。さあ、6球目投げました、打ちました、フラフラっと上がった、ファースト落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番岡林。岡林勇気、第9投げた、初球打ち、流した、デビッドソン軽快な守備を見せました。岡林いい当たりでしたがサード正面、これで2アウト、ランナーありません。
第9球インサイドストライク。第2球投げた、ボール。投球は3球目、投げた、決まった、ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、打った、ライト右へのフライですが、ライト下がった、掴んで、これで3アウトになります。エンド無難な立ち上がりです。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは西川。第9初球空振り。第2球投げた、縦のスライダー、ボール。第3球を投げた、打った、左中間のフライ、レフト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番デビッドソン。デビッドソン背番号。第9投げました、初球を打ちました。リューク掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番坂倉。坂倉背番号31。第9カットボールはボール。まずはインコース高め。投球これから2球目、ボール低め。第3球を投げました、決まってストライク。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、セカンド前方のフライになりました。取ってこれで3アウト、チェンジ。柳3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはビシエド。第9投げました、初球空振り。第2球ボール、アウトコースへ。第3球ストライク、追い込んで投げました、ボール。第5球投げました、打ったいい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番アキーノ。第9初球スライダー空振り。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、これも空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、空振り三振、バットアウト。アキーノ遠洋にやられてしまいました。第9投げた、アウトコース高め、外れてボール。第2球投げた、真ん中ストライク。第3球チェンジアップ決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。次は5球目見送ってボール。さあ6球目、おっとこれ当たった、福永。どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今治療を終えてベンチから出てきました。バッターは7番木下。第9投げた、初球空振り。第2球投げました、縦のカーブ、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球は3球目投げました、ストライク。追い込んでから投げました、打ちました。菊池ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。3アウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁。2回の裏が終わりまして1対0です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは田中。第9
初球空振り、1球目空振りから投げました。低め際どいボール。第3球サークルチェンジャーボール。第4球を投げました。直球ストライク。投球これから5球目。カットボール、見逃し三振。バッターはピッチャーエンド。第1球打ちました。ファーストの右、ビシエド取った。柳取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げた、ボール。まずはアウトロー。第2球投げた、外をストライク。第3球を投げた、ボール。ドラゴンズここは引っ張りに警戒します。さあ4球目、外角低めいっぱいストライク。次は5球目、投げた、縦のスライダー、空振り三振。柳、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはリューク。第1球スライダー見送ってストライク。第2球アウトロー、際どい球、ボール。第3球は決まった、ストライク。次が4球目、投げた、チェンジアップはボール。第5球投げました、ストレートはボール。次が6球目、投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。リュウク、ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球初球送ってきました、取った。ピッチャーから一塁送球、セーフ。記録はヒット、ドラゴンズ同点のチャンスを迎えます。第1球投げました、打った。投球これから2球目、ボール。第3球外角低め、外れてボール。さあ4球目、ボール。第5球投げました、ここは送ってきました。三塁線点点としている、ファール。投げました、打ちました、これはゲッツーか。田中ボールを取る、二塁フォースアウト、セーフ。一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第1球投げた、ストレートはボール。第2球ランナー走った、外れた。キャッチャー三塁送球、二塁セーフ。ランナーが一つ先のレーンに進んでいます。投球これから4球目、見送ってストライク。ここは1球見ました。第5球投げた、打ちました、1、2塁間抜いていった、ライトバックホーム。まずは同点、岡林タイムリーヒット、ドラゴンズなおもチャンスが続いています。同点の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは3番カリステ。ドラゴンズ最低でも外野フライが欲しい局面です。さあ次の投球、これもしかし空振り。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、合わせて打った、スタンドに入りました、ファール。さあ5球目、低め、空振り三振。バッターは4番ビシエド。大きな声援が届いています。投げた、初球空振り。第2球投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、変化球、空振り三振。先ほどのプレーです。序盤終了しまして1対1、ドラゴンズこの回1点返して同点としています。試合はこれから中盤4回に入ります。
この回のトップバッターは野間。打った。ボールにご注意ください。投球これから2球目。打ちました。ファウルボール。第3球はボール。第4球を投げました。ボール。さあ5球目。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。柳取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第9球。初球サークルチェンジ空振り。第2球投げました。ボール。投球は3球目。投げた。打ちました。スタンドに入りました。ファール。追い込んで投げた。見送ってボール。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。打ちました。ショートバウンド。ボールを掴んだ。リュークうまくさばいています。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは4番マクブルーム。今日2度目のバッターボックス。初球打った。これは内野フライ。ピッチャー落下点取りました。これで3アウト。柳この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって1対1です。4回の裏これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはアキーノ。流し打ち切れていきます。ファール。かここは引っ張りに警戒します。打った。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げた。ボール。第4球はインコース。縦のカーブ外れてボール。投げた。ボール。投球はこれから6球目。ストレート外れてフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。投げました。キャッチャーへのショーフライだ。ファウルグラウンド。ボールをつかみました。送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第2球投げました。打ちました。フラフラッと上がった。菊池落下点に入った。つかみました。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。外角外れてボール。第2球ランナースタート。打ちました。ヒットエンドラン。一、二塁間の打球あっと取れない。中継リュークいいバッティングを見せました。ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターはピッチャー柳。第9球投げました。初球から打ってった。ライトへのフライだ。ライト落下点取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ドラゴンズ結局ランナー2人残塁。4回までが終了しまして1対1です。5回の表これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました。見送ってボール。投げた。低め外れてボール。さあ4球目。打った。三遊間へのゴロ。抜けた。西川ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番デビッドソン。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げた。ボール。投球これから2球目。打ちました。第3球を投げた。豪快に引っ張った。ファウルボール。第4球を投げた。ボール。次は5球目。投げた。打ちました。左中間へのフライですが左中間深いところ掴みました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。初球落ちるスライダー空振り。タイミング合いません。第2球打った。痛烈な当たり。セカンドライナー。
これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げました、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、田中いいバッティングを見せました。ドラゴンズピンチを迎えます。バッターはピッチャー遠藤。第1球投げました、初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、カットボールはボール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、インコース空振り。投球これから5球目、外、カットボール外れてボール。次が6球目、ランナー自動的にスタート、三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。柳、ツーアウト1塁2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって1対1です。ドラゴンズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは大島、今日はファーストフライとショートゴロ。初球はストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、投げた、打った、流し打ち、レフト線にボールが飛んでいますがファール。第3球を投げた、外を際どい、ボール。第4球を投げた、打ちました、アルボール。さあ5球目、アウトロー、スライダーは外れてボール。第6球を投げた、見送ってボール。第7球を投げました、打った、破ってった、大島ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番岡林、これが3度目のバッターボックス。第1球1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、盗塁成功。ドラゴンズ重要な場面で盗塁を決めてきました。初球ストライクからボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、これがショーフライになって取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、スライダーはボール。第3球は打った、センターへのフライだ、掴みました、三塁はどうか、タッチはセーフ、三塁はセーフ。第1球ボール。さあ次の投球、内角へストライク。投球はこれから3球目、決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、あっと弾いた、田中カバーに入る、ショートから一塁送球。ドラゴンズ1点リードを奪いました。2対1、エンド降板。ここでマウンドに上がったのはケムナ、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。真ん中にストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目。さあ4球目、変化球アウトコースへ外れてボール。第5球投げた、5球目空振り。ランナースタートを切った、三振。5回の裏が終わりまして2対1、ドラゴンズ1点勝ち。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは菊池、今日はセンターフライと三振。第1球投げた、ボール。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、インサイド空振り。さあ4球目、サークルチェンジはボール、内角低め。第5球投げました、ストライク。投球はこれから6球目、打ちました、ファール。
投げました。打ちました。いい当たり。抜けた。菊池、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスは野間。今日3打席目。投げました。ボール。まずは膝元。一塁ランナー走った。打ちました。左中間へ持っていきましたが、取りました。中継。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第9球、菊池スタート。投球ボール、タッチはセーフ。盗塁を許します。リプレイをご覧ください。第2球、投げました。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。抜けた。センターバックホーム、ホームイン。ドラゴンズ追いつかれました。2対2。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは4番マクブルーム。今日は三振とピッチャーフライ。投げた。初球を打ちました。福永バックしていった。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9球、インロー。ストレートは外れてボール。第2球、投げた。高めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた。サークルチェンジはボール。第4球を投げた。ストライク。次は5球目。流し打ち、どうだ。掴んで、これで3アウトになります。6回の表が終わって2対2。ドラゴンズこの回1点奪われ同点とされています。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福永。今日はデッドボールとファールフライ。さあ、次の投球、引っ張った。レフト線、グーッと打球が上がっていきますが、取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは木下。今日はセカンドゴロとセカンドフライ。第2球、投げた。流し打ち、ファール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打った。切れていきます。ファール。追い込んでから投げました。ボール。投球はこれから6球目。打った。ボールはレフトへ飛んでいきます。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番リューク。これが3度目のバッターボックス。初球空振りから打った。流し打ち、取って、これで3アウトチェンジ。ドラゴンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。中盤まで終了しまして2対2です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはデビッドソン。今日はショートゴロとセンターフライ。投げました。ストレートはボール。投球はこれから3球目。真ん中ストライク。次は4球目。投げました。サークルチェンジはボール。外角へ。次は5球目。外のボール引っ掛けた。ショート前方のフライになりました。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは7番坂倉。今日はセカンドフライとセカンドライナー。投げた。初球打った。レフト前進。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番田中。今日3打席目。第9球、カットボールはボール。まずは低め。第2球、投げた。インロー際どい球、ボール。第3球を投げた。3球目空振り。第4球を投げた。高めボール球打った。センター方向へ持っていきました。取りました。これで3アウト。柳、この回きっちりと3人で抑えています。7回の表が終わって2対2です。代打はブライト。第9球、投げた。縦のカーブ、ボール。まずは低め。第2球、ストライク。
第3球を投げました。打ちました。田中掴んだ。一塁送球、記録はヒットになりました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って大島か。ここはバントに警戒します。投球これから2球目。あーっとショーフライになった。サード取って一塁送球、菊池取ってアウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。第2球投げました。スプリットはボール高め。投球はこれから3球目。打った、引っ張った。打球はライト右へ、アルボール。さあ4球目、ボール。次が5球目、ボール。さあ6球目投げました。打った、ショートバウンド、ボールを取った。田中軽快な守備を見せました。ドラゴンズなおもチャンスが続きます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第2球投げました。ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました。外れた、ボール。第4球を投げた、低め、ボール。投げた、打ちました、ファール。第6球はボール。第7球を投げた、打った。カリステ追い込まれていますが粘ります。打ちました、バットが早く出過ぎてしまいました。第9球を投げた、打ちました。センター方向に持っていきましたが、センターバック取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ケムナ見事に流れを断ち切りました。カープ流れを引き寄せにかかります。柳降板、マウンド上は清水。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、ボール。まずは低め。第2球投げました、打ちました、アルボール。投球はこれから3球目。ストレートはボール。第4球を投げました、打った、これは強烈、抜けた。堂林ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはトップに帰って菊池。第9投げました、ストライク、アウトコース厳しいところ。第2球、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、直球決まってストライク。次は5球目、投げた、カットボールはボール。さあ6球目投げた、あっとスリーバント、ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました。ドラゴンズピンチを迎えます。初球外れてボール。投球これから2球目。2球目空振り。第3球を投げた、ボール。アウトコース高め。第4球を投げた、縦のカーブ決まってストライク。投球これから5球目。インコース高め、ボール。投げた、空振り三振。先ほどタイムリーを放っている秋山、大きな声援が届いています。ボール。第2球打った、ファール。投球は3球目、投げました、インハイの直球はボール。第4球を投げました、打ちました、1、2塁間の当たり、破った、ライトバックホーム。秋山いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。よ
バッターは4番マクブルーム。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました。アウトコース高め、ストライク。150キロのまっすぐ。第3球を投げました。打ちました。次は4球目投げました。縦のカーブ、ボール、インローへ。次は5球目引っ張った。三塁線フェアだ。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。ドラゴンズここで勝ち越しを許します。マクブルームタイムリーツーベースヒット。ドラゴンズなおもピンチが続きます。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。今日は安打を放っています。バッターの西川。第9投げた。初球縦のカーブは空振り。第2球投げた。見送ってボール。投球はこれから3球目。スプリットはボール。投げた。打った。次は5球目外れた。ボール。さあ6球目打ちました。ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって3対2ドラゴンズ1点をリードされています。ケムナ降板、右の松本今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。8回の裏1点を追いかけますドラゴンズの攻撃。トップバッターはビシエド。さあ次の投球ストレート空振り。伸びのあるストレート。第3球は空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。内角直球は外れてボール。次が5球目投げた。打ちました。ショートの右一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番アキーノ。第9投げました。変化球ストライク低め。第2球打った。センター前に出る。ヒットになります。アキーノナイスバッティングです。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ドラゴンズダイソーを起用します。高松一塁に入りました。バッターは6番福永。今日4度目のバッターボックス。アウトローの直球はボール。投球これから2球目ボール。投げました。ボールアウトローへ。第4球を投げました。打った。引っ張った。ボールはレフトへ飛んでいきました。ヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。バッターランナー二塁でストップ。福永ツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。カープここで前進守備を敷きます。投球これから2球目。またも空振り。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。高め外れてボール。第5球投げた。ボール。第6球は引っ張った。ライナーだ。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ドラゴンズここで逆転。4対3木下タイムリーツーベース。初安打。ドラゴンズやりました。これで勢いがつきそうです。こちらが先ほど逆転のシーンです。松本降板、左のターリー今日4人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。初球空振り。いきなり152キロ。1球目空振りから第2球打ちました。投球は3球目投げた。1つ外した。ボール。次が4球目投げた。インコース空
空振り三振。インコースの変化球にやられました。バッターは代打細川。第1球投げたストライク、いきなり154キロ。さあ次の投球ボール。投球は3球目投げました。インコース引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。低め際どいボール。投球これから5球目打ちました。右中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。8回までが終了しまして4対3、ドラゴンズ再び逆転に成功しています。清水降板、そしてマウンド上はクローザーマルティネス。最終回1点差でマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。ストライク、いきなり155キロ。第2球見送ってボール。第3球はまっすぐ空振り、伸びのあるストレート。第4球はナックルカーブ、空振り三振。バッターは7番坂倉。今日はここまで3打数ノーヒット。初球から打ってったショート右横のゴロ、アウト。さあいよいよあと1人。ピンチヒッターは松山。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、ファースト真正面。ビシエドボールを掴んだ。ビシエドそのままベースを踏んで3アウト。ゲームセット。